これめっちゃうめえやこれ。うまい。ない。あ、うまい。いや、卵ですね。お塩よーく混ぜて、焼きそばのような麺ですね、これは。うまそう。オニオンでしたね。Yes, it's onion. で最後にソースをかけて完成です。ああ、見て。すごい。いただきます。どうぞ。え？両方スプーン。これは焼きそばの上にオムレツ乗せたやつ。ああ、オムそば？オムそば、そう、オムそば。なるほどね。この赤いソースはケチャップ。あ、ケチャップか。うん、全然辛くない。相当うまいよ。相当うまい。コロッケ買いました。卵型まだあったかいです。うん、1個のクルピー。お、めっちゃうめえやんこれ。何これ、どうなってる。何これ、何この赤いの。何これ、辛くない。味はね、カレー、かぼちゃコロッケみたいな。カレーコロッケ。正解は分かんないね。正解は分かんないです、ごめんなさい。これめっちゃうまい。6ルピーだから10円ぐらい。今ですね、ロール屋さんに、来ました。今あれで焼いてますね、中にね。こういうがいかんですね。フライドライスも、30からあります。こっちはロールですね。エッグロールとか、ベジロールとか、チキンロールとかいろいろあります。こういうやつですね。あ、クレープみたいな感じでね。どうかな。ノイスパイシー。どうぞ。うまい。ない。めっちゃうまいね。ロールがふわふわ。卵が、卵と玉ねぎと、なんかさ、卵とさ、生地が練り込んでない？これうまい。ベジ、フライドライス、ハーフで、この量です。いきます。うまい。あ、ジャンバラヤみたいな感じ。もはやジャンバラヤ。今日はちょっと小腹が空いてるからってことで、ちっちゃめのこのビリヤニをじゃーん食べてます。2杯目です。美味しいんで。はい、1杯いくらですか。1杯20ルピー、約35円。お肉も入ってます。はい、結構ね、こうスパイスが効いてて、いい感じにピリ辛です。美味しいですよね。一番美味しい食べたビリヤニです。結構色がね、こうまばらになってるのが本当のビリヤニっていうのをどっかで見ました。うん、多分インドでやるのは基本的に全部ちゃんとなってると思うんだけど、ね。うん、でもチキンも結構入れてくれる。うん、美味しいよね。肉も意外にジューシー。これです。あー、ネーム、What's name? イニイニ。一番上だ。はい、イニリ。うん、リッリー、リッリー、食べます。はい。おお、これふわふわ。ライス、ライスじゃない、なんかね、米なのかな、なんか練って膨らませて、膨らませてで、結構意外にスパイシー。これですね、これイドリー。
栄えてます、繁盛してます。他の料理もね作ってます。今日はじゃん、あったかいラッシー屋さんですね、ホットラッシー。おーすごい、こんな感じの器に入れてくれます。こっちでは血をつけるのが良くないんだよね。あ、そうなんだ。だからこれも食べたら捨てる。ああ、そういうことね。どうですか、激甘ホットミルクです。あ、激甘なんだね。温まるけどめっちゃ甘い。濃さは牛乳みたい。でもこの上に乗ってるのが多分なんていうの、ヨーグルトみたいな。あー、なるほどね、固形ね。それがこれですね、こっちの縁にある染み込んでもらうね。飲み終わった器は、使い捨てです。何だこれ、うるさい。こちらサモサいただきます。どうぞ。これは2つで10ルピーです。なんで2つで17円、1個10円違いです。いただきます。うん、あったかい。何入ってんの？なんかコロッケの中身みたい。まあ、コロッケってこと？じゃあポテトが潰してある。でちょっとスパイシーな唐辛子かな、うん、なんかちょっとピリピリってする。美味しいよ。今日は屋台の、屋台というか、まあ小屋というか、ここのカレーを食べたいと思います。のっちゃんが作ってます。結構際どい感じの場所です。ハエ割りと言います。混ぜるんだね。おお。カレーじゃなかった、ね、カレーじゃなかった。でも美味しそう。うん、いただきます。はい。スーパー味薄め。味薄いんだ。なんかまあスパイスの辛さはあるけど。うん。なるほどね。ちょっと名前がね、ちょっとまだ曖昧なんですよ。このラチャモンみたいな、そんなの名前の。甘いって言ってました。これ食べます。ちょっともちもち弾力があります、ね。はい。ほら。うーわ、甘そう。うーん。何？あ、うまっ。これね。砂糖漬け。ホットケーキ。うん。あー。ホットケーキミックス。うん。の？の砂糖漬け。中がもうびっとりこれも。バター？あ、バターも入ってんのかも。めっちゃ近くに座ってきた隣のおじさんが、怖いよ。